ただいて500出しました。出ましたから皆さんお返しがあります。プレゼント僕たちロッド釣りざおです。違う、こんにちは、ほっしーのです。皆様登録いただいて500人突破しました。ついにありがとうございます。皆さんのおかげです。前回はその500人突破記念で配信ライブ加藤隊員入隊式をやったんですけれども、それとは別に今回はマンスタから皆さんお返しがあります。プレゼントです。僕たちのやってるチャンネルの中に釣りシリーズがあるんですけれども、こちらが好評で皆様に見ていただいているので、そのシリーズからのプレゼントです。ロッド釣り竿ですね。こちらまず一つ、アブガルシアさんのこちら4ピースのロッド、詳細は下の説明欄に書いておきますので、まずはこちら一つと、もう一つがこちらソルパラさんのやつですね。はい、じゃあソルパラさんのロッド2ピースですね。詳細は説明欄に貼っておきますのでよろしくお願いします。でもう一つ、なんと今日3つプレゼントがあります。こちらですね、クロマリンさんのオールライフアジ、こちらも2ピースです。こちらの3本皆様にプレゼントしちゃいます。でプレゼントの応募方法なんですけれども、マンスタの G メール、こちらに、今日いうキーワードを送ってもらって、でちょっと商品は選べないんですけれども、抽選で3名様に当たりますので、皆さんまだこの動画の視聴者少ないのでチャンスですよ。で各ロッドの詳細、あと G メールは下の説明欄に貼っておきますのでよろしくお願いします。いや、いいですね、めっちゃいいな。僕欲しいぐらいのロッドたちですね。うわすごい、マンスター太っ腹。あとこちらコメントにも、マンスターこれやってほしいなとか、まあ、釣りで言うとここに行ってほしい、ここへ釣ってほしい、まあ、あんまり遠くはいけないんですけど、要望ありましたらなるべく沿っていくようにしますのでよろしくお願いします。皆さん今から釣りを始めてもいいかもしれませんね。やっぱりソーシャルディスタンス保てるので、でやっぱアウトドア今人気なので釣り、僕も3月からかな釣りを始めて、まだ4ヶ月5ヶ月ぐらいなんですけど、めちゃくちゃハマってすごく楽しいです。ぜひ始めてみては。女の人も釣りやる人最近増えてきてるんで、男の人だけじゃなく女の人もこれを機に釣りを始めてみてはいかがでしょうか。で釣った魚料理しても非常に美味しい。やっぱ自分が釣ったってこともあるかもしれないですけど、まあ、それを除外視しても味は非常に美味しい。でぜひそれも皆さん釣った魚さばいて食べてみるとまた新しい楽しみ増えますので、やってみてください。最近は心霊スポット巡りをやってるんですけど、こちらも好評で、まあ、夏なんでいいですね。皆さん見やすくてゾゾゾッとするので、はい、この前アップした白山大橋、あそこを行った時の動画を知り合いの方が見て、いや僕の こちらですね、右肩にちょっとついてるよってことで、いやいや、やめてくれと。で本当にそれ以来すごく気になっちゃって、でこの前生配信してた時も急にライトがバチって切れたんですよ、途中、まあ、最後の方なんですけど、うわーって思って、これちょっとついてきてんじゃないかなって。
ちょっとその後パワースポット巡りとかもちょっとやって、あの運気も上げていきたいと思いますんで、はい、皆さん、あの心霊スポット、パワースポットともにここいいぞってとこありましたら、どしどしコメントください。皆様のコメントでマンスターは成り立ってます。お願いします。あと昆虫シリーズですね。昆虫シリーズ、こちらまあそうですね、いろいろ未知な味を体験してるんですけど、いろんな昆虫、まあ、全てまあ美味しいですね。そんなまあ食べれないっていうのはなかなかないですね。まず昆虫シリーズも続けていきたいと思いますので、皆様この虫食べてほしいぞとか、これ私食べたけどおすすめだぞっていうのありましたら教えてください。ちょっと毒性のあるものはちょっと危険なので食べれないんですけど、毒がなければ食べれるものであれば挑戦していきます。でいろんな調理方法でこんな料理美味しいとかありましたら、それも教えてもらえれば助かります。やっぱり揚げるとか焼くとかだけになっちゃうので、僕らだと、はい、いろんな意見お待ちしてますんで、どしどしコメントください。あとは大食いシリーズですね。大食いシリーズもいろいろ回ってるんですけど、ここおすすめだとか、ここの 大盛りすごいよっていうのがあったら、それも教えてほしいですね。いろんな、もうなかなかね大食いできるとこって少ないので、大盛りのお店とかっていろいろ僕らも探してるんですけど、ここはネットには載ってないけどここには美味しいの大盛りあるよっていうのありましたら、ぜひぜひ教えてください。今までやったとかもほんとめっちゃ美味しいんで、めちゃくちゃ抹茶、紅茶抹茶、気分はチャチャチャ、はいですね、めっちゃ美味しいんで、ぜひぜひここおすすめだってとこありましたらコメントください。お待ちしてます。で本日のキーワード、まずはマン、マンの2文字です。あとは後半にもう2文字ありますんで、それを書いてメールに送ってください。よろしくお願いします。まずはマン、はい、この2文字です。よろしくお願いします。後半は激辛早食いやっていきたいと思います。今日はこちらアフリさん、日清ですねの激辛柚子辛くれないラーメン、難しいな読み方が、激辛柚子辛くれないラーメン、くれないラーメン X ジャパン、くれないです、くれないラーメン、こちら食べていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあ早速開封。おおおおおおお、匂いめっちゃ辛いですね。こちら真っ赤ですね。おお、ではこちらお湯入れてきました。4分ですね、お湯で。この間にじゃあ、そうですね、この前のちょっと心霊のことも話そうかな。そうですね、やっぱり青山トンネル、あそこめちゃくちゃ雰囲気ありましたね。東京にも青山ってあるんですけど、あっちもかなり有名なスポットなんですけど、三重県の青山トンネル、こちらもね、やっぱすごく有名なスポットで、やっぱね、怖いです。青山ってやっぱその霊とかああいうのが出やすいっていう地名らしいんですよ。なのでやっぱり伊達に青山ってついてるわけじゃないんだなっていう。でそろそろ4分経ったので始めていきたいと思います。こちら開封していきたいと思います。おお、あ、匂いはねめちゃくちゃまだいいかな。これをかけたら変わるかな。新覚醒香り炙る、かっこいいですね。
新覚醒、覚醒してきます。おほほほほほ、辛い匂いがしてきた。ちょっと見ていきます。こんな感じになります。新覚醒、あちち、ちょっとこぼれた。こんな感じですね、になってきます。いや、匂いはめっちゃ辛い匂いめっちゃめっちゃ辛いです。めっちゃめっちゃ抹茶、紅茶抹茶、気分抹茶、はい。でもね、美味しそう、美味しそうですね。じゃあこちらも今日水なしで早くチャレンジしていきます。ではスタート。いただきます。あ、美味しい。か、辛っ。辛い。細麺でいいですね、これ。インスタントだけどすごく細麺、再現してますね。わ、食べやすい。わからん、辛いな。味はめちゃくちゃ美味しいです。柚子がしっかり効いてて、辛さの中にスーッと爽やかな感じがするので、うん、爽やかな風が吹いてますね。すいません、むせちゃいました。おいしい、柚子だね。すごい、柚子がすごい効いてて美味しいですね。すみません。辛い。完食しました。2分53秒。はい、普通でしたね。早食いじゃなかったです。いや、辛い辛い。めっちゃ辛いですね。旨味ももちろんあるんですけど、辛いのもやっぱ効いてきます。阿夫利山の激辛柚子くれないラーメン。非常に美味しかったです。柚子がすごくしっかり効いてますね。いや、辛いな。本日まだ終わりませんよ。欲しいの、1個でいいのと思っている人いると思うんですけど、いやいや、そうです、足りません。こんなんじゃ僕の食欲は満たされませんよ。ってことで、もう1個皆さんご存知、蒙古タンメン中本さんの激辛ラーメン、こちらが5分経ったんで開けていきましょう。真っ赤ですね。じゃあスタート。スタート。手が真っ赤。辛っ、辛っ。匂いが辛い。
こっちがまたすごい旨味と辛味がダブルパンチ。うわ美味しい。でも美味しいな。うん、旨味がしっかり辛味の中にありますので、うん、辛っ、痛っ。今度はあんましゃべらずにいきたいと思います。うん、完食しました。ごちそうさまです。こちら1分52秒。はい。やっぱ1分台出さないとダメですね。辛い辛い辛い。では、最後のキーワード、2文字。スタ。スタ。スタの2文字ですので、2文字入れてもらって、メールの方、送ってもらえれば、その中から、抽選で3名様に、こちらのロッド当たりますんで、めちゃくちゃチャンスです。釣り始めたい方、もしくは竿欲しい方、チャンスです。はい、皆様のおかげでやってこれましたんで、皆様本日はお返ししますんで、ちゃんとプレゼントとしてこれからもよろしくお願いします。では、次回も見てね。バイバーイ。チャンネル登録お願いします。